ここに来た人たちはみんな頭のおかしい人ですから、大体ここに来た人はですね、周りにですね、変な人だって思われて、ね、白い目で見られて、で、みんながほとんど理解されないって、周りに理解されないっていうね、そういうかわいそうな人たちだと思うんですよね、ほとんどね。あるいはその普通の人の仮面をかぶってるとかね、仕方がないからとかね、大丈夫です。仮面脱いでいいですから、ここは変態の集まりですからね、どんなこと言っても大丈夫ですからね、はいはい、でキャパめちゃくちゃ広いですから、ね、ぜひね、交流してね、もうね、どんどんもう、俺はここら辺をこういうふうに持ってんだっつって、俺を応援してくれとか言ってね、絶叫してくれたらいいと思うんですね。で、魂が元気になる方法っていうのは簡単です。3つあります。笑うこと、祝う、応援すること。この3つをやれば必ず魂元気になります。応援したい人がいる人、手を挙げて。はい、応援したい人がいない人、手を挙げて。あれ、いないの？あ、いない、あ、そう、いない人はいないのね。あ、いないのね。あ、そうか、分かった。あ、応援したい人がいない人は応援されません。ね、応援したい人を応援すると応援されるんです。ね、だからガンガン応援するんですね。ガンガン応援するんです。まあ、もちろんちゃんと見極めてたけどね、間違って応援するとえらいこと、オウム真理教みたいなんですけどね。気をつけましょうね。そして祝うってことね。祝うべき時に祝わないと運が悪くなるんですよ。わかりますね。私は知的障害児の改善方法を親御さんにお伝えしてます。その中で最も重要なことは、ちっちゃな改善を祝うってことです。喜ぶってことなんですよ。ね、知的障害児、ダウン症で今、普通級に行ってる子が2人いますよ。ね、とてつもないです。もしこういうことに関してあったら、ぜひね、うちの教会のホームページ見てください。山のようにありますから、情報が。ね、で、そこで言ってるのはね、その発達検査表っていうのが500項目あるんですけども、約。で、三角と丸があるんです。三角っていうのはもう少しでできるよ。ね、で丸はもうできてる。三角を中心にして指導する。で、三角が一つでも増えたら、丸が一つでも増えたら、万歳参照しろっつって。ね、この小さな改善の積み重ねによってしか絶対に大きな改善は起こらないんですよ。ね、だから毎日お祭りしちゃうんです。毎日お祭りなんですよ、はっきり言ってね。だから僕ははっきり1万部なんて大した数じゃないんです。分かってます。ね、1万部なんてそんな騒ぐような数じゃないんです。だけどお祝いしないと運が悪くなるんです。だからお祝いするんです。それとこの本を読んで響いてる人っていうのはみんな地方では孤独に生きてるんです。ね、変な人なんです、みんな。ね、かわいそうな人たちなんです。だから君たちは一人じゃないんだっていうね、ね、あ、こんな人たちが世の中にたくさんいるんだって言って、勇気をね、みんなが勇気づけられるためにやってるんです、これ。はっきり言ってね、ね、うん、だから何でも祝えるときは祝うんですよ。ちっちゃなことでも何かあったらお祝いするんですよ。ね、僕今毎日がお祭り、おめでたいやつらっていうね、企画も持ってるんですよ。これで、ね、これも流行らせたいと思ってるんですよ。忙しいですよ、わけわかんないですね。ね、誕生日トークライブって僕やったんです。ね、で自分でやるの恥ずかしいから人にやらせたの、人にプロデュースするふりをさせたのね。でもそれと今度それと誕生日トークライブやるんですよ。で僕はプロデュース。そしたら誕生日トークライブで、ね、前みんなやったらね、365日毎日お祭りになっちゃうんです。忙しいですね。楽しくないですか？なの疲れてみんな死んじゃうかもしれないけどね。まあ成仏できるでしょ、きっと。それで死ぬぐらいだったらね。はい、ね、だから単純です。難しいことじゃないですね。笑うこと、応援すること、祝うこと、ね。でね、僕倫理法人会でね、ある講話者がね、70ぐらいかな、元気な人でね、やっぱ笑うことが大切だと。2分間笑いましょうっていう、そういうことをやったことなんですね。で、これからちょっと2分間みんなで笑いたいと思うんですよ。2分間笑うとですね、かなりいい運動になりますね。どうですか2分間ね、みんなで笑いましょうね。みんなでね、でね、これ立って笑いましょう。立ってね、立って2分間笑うんですよ。いいですか？みん
んなね、弾けましょうね。みんなバカなんですからね。ね、バカになれないやつはバカですからね。どれだけね、バカになれないね、大バカがね、みんなをね、互い 見合ってね、あ、こいつバカだな、バカになれてないぞってね、それチェックしながらね、笑ってくださいね。いいですか、2分間ですよ。それでは、スタート。終了ということで。